ブル中田のブルチャンネル。今日のゲストはですね、喋りのプロ勝俣邦和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。女子プロレス大好きですか、はい、かっちゃんの方の、番組にも出させていただいて、もう出ていただいてありがとうございます、はい、コラボをさせてもらって、もっと聞きたかったんですけど。あ、本当ですか。また出てください。ぜひぜひよろしくお願いします。今回はこっちの番組ということで、はい、私がかっちゃんに聞きたいことをいっぱい聞こうと思ってます。そうですか。全日本女子プロレスは全日本女子プロレス中継がフジテレビでやっていたんですけども、はい、その中継がまあ視聴率悪くなっちゃって終わってしまった後ですね、その後に、格闘女神アテナという番組で、ね、はい、夜中かな、夜中ですね、深夜から、そうですよね、それの、司会、司会をやってました、はい、司会をやったのがかっちゃんで、はい、それをずっと中継中に、解説ってことなんですか、ね、解説もやって、まあ、塩野さんもいましたから、はい、塩野さん解説、それ考えたら塩野さんってすごいですね、ビューティーペアからやってるわけですよ、そうですね、そうだから塩野さんがいたから、はい、塩野さんといろいろ昔のクラッシュとかビューティーペアとか獄門とか極悪の話をいつも聞いて、本当ですか。試合も楽しみだったけど、塩野さんとの話がすごい楽しみでしたね。ですよね。で、塩野さんってでも技の名前覚えてないじゃないですか。全然覚えてないです。おっと投げた。これは痛い。それはかっちゃんが補足するんですか。なんかとかっていう技とか。曲穴が。曲穴がその技の名前一つずつ覚えられないんで、そうそう、オリジナルの技とか覚えられないんで、それは曲穴がやってましたね。あ、そうだったんですね。ああ、いや、その一番前女がね、あの最後の、まあ、終わっちゃう時までずっと見ててくれたのがこのかっちゃんで、特に、まあ、プロレスも大好き、女子プロも大好きで、ああ、前女も大好きで、ね、だってどっから見てます前女、天神まさみさん、デビルまさみさんが天神まさみさんの時からです。そこでしょ。そこ僕は池下由美さん、あ、見てました。ちょろっと見れたかもしれない。あ、見てないな多分。僕デビルさんの女子プロ史上最強を挙げるとしたら、うん、はいはい、ダンプさんにしてもブルさんにしても、はい、クラッシュにしても、うん、ジャガーさんいますけど、俺は池下由美さんなんじゃねえかなっていう、ベビーフェイスもヒールも全部含めて池下由美さん、池下由美さんが一番強かったんじゃねえかなっていう、あの一番強い時の池下由美対ブル中野とか見たかったっす、はい、わーっていう派手な感じではなくて、こうクールな静かな感じ、あんまりマイクアピールとかしないですね、しないですよね。で、そのなんだろう、その狂気とかそういうヒールじゃなくて、はい、技で見せるヒールなんで、唯一やるひどい技が、はい、場外に落ちてるやつをリングの上から首を持って、はい、こうやって振り子みたいに振るっていう、それぐらいで、あとは全部、うん、テクニックもスタミナも全部ヒールでやる池下由美さんが上だったんですよ。わー、すごい。僕は最強だと思ってますね。じゃあ池下さんが前女の中で前女の中でというか女子プロそっからスタートしてるんですよ、前女が。で、その後ビューティーペアになって、はい、だってそれもど真ん中でしょ。でビューティーペアが見て、あの戦う宝塚歌劇団だっていうコピーを出して、はいはい、うん、どっかの ステージかなんかをお客さん入れて、はいはい、あの宝塚をやったんですよね、あのベルサイユのバラ、ベルサイユのバラ、はい、あのミュージカルというか、そうです、劇ですよね、はい、見に行ってんの。僕は行ってないです、テレビで見てゴールデンになって、はいはいはい、女子プロがどえらいことになったなって。お、新日本プロレス、全日本プロレス、うん、猪木さんと馬場はね、うん、ゴールデンでいたけど、はい、フジテレビは全女持ってきたぜって、日テレ、テレ朝に対抗して、その裏の方まで読んでたんですそこから全女をずっと見てきたんで、いや、でもそれをずっと見てきたご本人がその女子プロ中継の司会をやることになるんですよね。だからこんないい仕事ないなと思ってましたね。まあ、好きなことが、あの一日上で見て、うん、聞いたら、聞かれたらコメントするなんて、うんうんうん、家ではやってましたから、友達と見て、ね、これどういう技なの、なんでこの2人がやらなきゃいけないのとか、うんうんうん、人間ドラマもこう語ってたりとか、うんうん、それを全部彼女とかにも説明しながら見てましたから、彼女いたんですか。いや、もちろんいました。あ、そうだ、だって渋垣隊の元木もっくんに似てるっていうあ、それは自分でね、高校までよく知ってますね、そんなことね、はい、で、なんか番組かぶっちゃう時に大丈夫なのって心配したってして、本物見たら全然平気だったって。もっくんが主役でドラマやる時に、はい、俺マネージャーに聞いたんですよ、はい、かぶってるから向こうの事務所にもう一回聞いてこいそれは OK です、 OK なんだ、はい、あ、わかった、じゃあ監督が、うん、もっくんと俺を戦わして番組に良くしようとしてんだっていう、その話ですね。そうです、そうです。で、当日本人に会いに行ったら全然かっこいいレベルが違う、もう向こうはね、血統症、
ケット常識、雑誌ミックスの捨てられてあのゴルフ場の外でこうやってクンクン泣いてるようなでも地元ではすごいモテて、まあ、ファンクラブができたってだけでモテたわけじゃないんですよ。そんなことも知ってるんですよ。アンテナ広いっすねその話すごい大好きで、あの面白くて何度も笑ってたんですけど、そうです。だから本当に彼女にも昔から友達とか彼女とかとみんなで見て、生放送の前は みんなで集まって見てましたから、はいはいはい、で説明してあげたり、説明してあげたり、こうしていますよね、うるさいなっていう人いますよね。でも説明してあげたりとか、その例えばさ、恋人の話だったらさ、ハグハゲ、ハグハゲにする前は彼氏がいたんですよね。いたんですよ。ハグハゲで彼が去ったんですよね。そうそうですよ。しかもあのファンの方ですよ。ファンの方ね。そうですそうです。三金を一つも守んなかったじゃないですか。まあそうですね。あれでも三金を真面目に守ってた人って有名な方は誰ですか。スターになった人はいないですね。多分。三金。そうか。酒タバコ。男。男。これを守るとスターになれないですね。はい、なれないというか、もうあのごまかしてでも好きなことやってるぐらいじゃないと、ぐらい破天荒じゃないと、はい、やっぱのリングであんな大暴れできないですね、うんうん、いやその何万人をキャッチしなきゃいけないんですからね、はい、その10分20分で、そうですよね。だ、まあ、あのもしかしたら吉田麻里ちゃん、吉田麻里子、あの子は本当に真面目、チャパリータとか、はい、真面目だったんで、あ、チャパリータはね結構なんか陰でやったみたいですよ純粋に見せといて、吉田麻里ちゃんもちょっと途中からは脱線しましたけど、初めの頃は本当真面目でしたね。真面目ワッキーとかね。あ、そうですね、ワッキーとかね。ワッキーとか真面目そうだもんね。はいはいはい、その、 あの格闘女子アテナのやってる時に、はい、全場あの時って一番スターって誰だったんですか。堀田じゃないですか。トップは堀田。あ、堀田恵美ちゃんがトップ。堀田がいて、ラスカチョの下田さんと三田さんがいて、でそこに伊藤渡辺、まだヒールになる、はい、ザップになる前の、はい、ザップになる前、はい、であとワッキーとか、うん、前川もいたし、キッスの世界もその時にいたんですか。キッスの世界ありましたね。高橋奈々恵もいました。いましたいました。そうか、歌出したんだよね、はい、ツンクさんがプロデュースので、そうか、女子プロで歌出したんだ、はい、あれワッキーもいたんだ。ワッキーいました。そうかそうか、あれも見てるんですよね、実際見てるんですね、見てるんですね。かわいそうだなと思って見てましたね。ま、どういう意味で、ヒットはしねえだろうなって。あ、やっぱそういう感じだった。それはさ、だってクラッシュとかビューティーベイを見てて、あれを追い求めるって、うん、まあ、プロデューサーの後藤さんって方がいるんですけど、うん、はい、その人はものすごく切れる方なんですけど、はい、やっぱり歌とかヒットさせたら、うん、プロデュースファン以外のファンが来るぞって言って、うん、はいはい、あの多分仕掛けたと思うんですけど、はい、いかんせんね、奈々江ちゃんとか可愛いんだけど、ワッキーとか可愛いんだけど、はい、うんうん、なんだろうな、そのあの時の長代飛鳥の持ってるオーラみたいのが、はい、まだ全然出る前に組まされて、うん、でできない振り付けもやらせて、うん、だからどん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 ドツボにはまっていったんですよね、うん、その前にプロレスやれとかヤジが飛んでたりとか、そういう感じだったんだ。 歌も下手だったし、ダンスも下手だから。あ、そうなんです。私は本当にその時見てなくって、はい、あの本当その情報しかないです。世間的にはツンクさんがプロデュースしたってなってるから、うんうんうん、すごく注目度はあったんですよね、はい、ツンクファミリーとか、うん、99人の壁とかクイズ合戦ありますけど、はいはい、あのツンクさんがプロデュースしたグループを順々に言ってったら最後まで出ないと思いますよそうだった確かに俺も今聞いて思い出しました、はい、ラスカチャの下田見たあたりがちょっとなんかドスの効いたっていうか、かっこいいね、今のアドちゃんみたいな歌を歌った方がヒットしたんじゃないかなって今思いますね。そういう感じだったんだ。あの時の女子プロっていうのはもうあのスター選手はあのいろんな他団体に行っちゃったりとか、アジャとかも強豪とかもみんな出た後の残った長谷さんがガイアとか立ち上げたりで、あそこからあの女子プロってどういうイメージでした。前女だけども、僕だから主力選手が抜けて一番大化けしたのが堀田優子だと思います。え、